なぜ巨人は中田翔選手を移籍させ、すぐ試合に出場させたのか。スポーツライターの相沢光一さんは、日本ハム時代に同僚選手へ暴力行為を働き、無期限出場停止処分を受けていましたが、これを事実上不問に付したことになる。こうした甘い対処の背景には、プロ野球に未だ残るある体質が関係していると指摘する常に新したる巨人軍が。 中田翔の暴力行為をなかったことにした。巨人に移籍した中田翔内野手32の処遇に批判が集まっている。8月11日、中田は日本ハムの同僚選手に暴力行為を働いたとして無期限出場停止処分を受けた。だが、わずか9日後の20日、巨人への移籍が発表され、翌日から試合に出場、滞打。 2日目の22日には5番1塁で先発し、ホームランを打った。試合は引き分けに終わったため、勝利にはつながらなかったが、移籍して、すぐに打った、反撃団に、スタンドの巨人ファンからは、大拍手が起こり、スポーツ紙もこぞって一面で報じるなどして勝負強さを、調査した。日本ハムで無期限出場停止処分の後、中田を自由契約。 つまりクビになるのではないか、という憶測が流れた。そこへ降ってはいた遺跡話。きっかけは、日本ハム、栗山英樹監督、60、が、巨人、原辰徳監督、63、に相談したことらしいが、追い詰められた中田を救うための遺跡という美談に、仕立てられた。だが、間を置かず試合に出たことには批判の声が湧き上がった。無期限出場停止処分を受けたということは、 しばらくの間は謹慎し、自分がした暴力行為を反省しろということ。それを移籍して球団が変わったからといって、あっさり不毛にしちゃっていいのというわけだ。巨人ファンの中にも、釈然としない人はいるのではないだろうか。中田は野球ファンの誰もが、プレーを見たいと思う選手の一人だ。日本ハムでは主法を務め、侍ジャパンの一員として WBC にも二度、出場した。 存在感もあるその中たにプレーの場を与える遺跡に文句がある人は少ないだろう。だが、一定の期間を設けて、謹慎を継続し、自分がした行為を反省するとともに選手としての再教育をした上で、出場登録するというのであれば、多くのファンは納得しただろうし、批判は少なかったはずだ。しかし、遺跡発表の会見では反省と謝罪を述べたものの、付け足したように、 日本ハムやファンへの感謝などを語った。本来であれば、日本ハム球団の仕切りで、長年熱烈に応援してくれたファイターズファンに謝罪し、長年の感謝を述べ、別れの挨拶をするのが先決ではないか。ファンを落胆させ、悲しませてしまったことに対するけじめをつけていないのだ。32歳でまだやんちゃ、治らない、抜けきれない、番長的な要素。今回の件については、 プロ野球関係者が SNS やメディアで個人の意見を発信している。目立つのはネガティブなものだ。中でもお笑いタレントの有吉弘之が22日、ラジオ番組で放ったコメントは鋭かった。まだやんちゃ、治らないんだね。32歳で体育会系って今時なかなか見ないけどね。抜けきれないか、番長的な要素が、ますます清原に似てくるもんね。清原とは、 もちろん、清原和弘氏のことだ。今回の件では起こした騒動にしても、その風貌にしても、清原氏を思い起こした人は多いだろう。毒舌が持ち味の有吉らしく、それをズバリと言ってひねくったのだ。清原氏も現役時代、死球を当てた当主にバットを投げつけ乱闘に発展させるなど、武闘派伝説がつきまとった。風貌がこわもてなのも共通する。また、 共に、大阪の強豪高校の主力として、甲子園を沸かせたこと、中田の出身は、広島、パ・リーグの球団で活躍した後、巨人に移籍入団したこと、ゴールドのネックレスを好んでつけるセンスなど、共通項は多い。中田が清原氏に似ていると思われるのも無理はないのだ。最も昔のプロ野球には、こういうタイプは、結構いた。見た目からしてこわもてで、乱闘騒ぎが起これば、 真っ先に飛び出していいくとううようなこうした気質はどのように養われたのか要因の一つに挙げられるのは部活だ指導という名のもとに上級生が下級生をあるいは監督が部員をしごいたり叩いたりすることが黙認される体育会系部活が当たり前だった時代があった当時はそうしたパワハラ環境に耐え順応できたものが生き残れた その結果、一部の選手は暴力に対するハードルが低くなってしまった可能性があるのだ。ちなみに、中田が出た強豪、大阪桐蔭高校は体育会的指導を行っていない。上下のしきたりなどなく、選手が実力でレギュラーの座を競い、その切磋琢磨の中でチームも強くなった。そんな中にも中田には武勇伝がある。下級生をいじめたのではなく、気に入らない。 上級生に制裁を加えたというある意味、大物ではあるが、気分を害されると躊躇なく手が出てしまう、という気質が備わっていたのかもしれない。加えて野球は、チームスポーツでありながら、個人競技の側面がある。飛び抜けた才能を持つ投手や打者がいれば、勝利に近づけるから、監督は徴用するし、チームメイトも一目置く。中には、そういう扱いを受けることで、自分を、 偉いと勘違いし何をしてもいいと思うものが出てくることがある大将と呼ばれた中田の暴力を不問に付すプロ球界の甘さ中田は日本ハムのチーム内では大将と呼ばれていたという暴力に対するハードルが低い気質を持っていた上に自身の今季の不調やチームの低迷チームリーダーとしての責任というプレッシャーが重なって 今回の暴力行為が起きた,のだ,ろうただし今のプロ野球選手にこういうタイプは少なくなった時代は変わり暴力的指導に対する世間の目が厳しくなった部活にも体育会的色彩は薄まっている今第一線で活躍している選手の多くはそうした環境で育っているせいか野球イコール生活をかけた 勝負の場というより、スポーツとして技と力を競うというアスリート気質を持っている。とはいえ現在のプロ野球の現場の指導者層は中田が、持つ俺様気質を理解できる昭和世代だ。中田が起こしたような暴力行為もこれまで見聞きしており、多めに見てやろうかという甘い対応になったのではないだろうか。令和の時代になっても、球界にはそうした体質が温存されているのだ。